合気道組手のライトスパーリングの様子です。打撃は2割程度の威力や速度で行っています。実力差があるので打撃を強く行ってしまうと怪我をしてしまう恐れがありますので、軽くポンと当てて隙があるよと教えてあげるぐらいの打撃です。もちろん上達するためには打撃による本当の倒し合いが必要ですが、毎回 100% の力で打撃を行っていると当然怪我人が続出してしまいますので、普段は軽く行い、試合前や試合など要所要所で力強く行うということが怪我をせずに練習するコツとなります。合気道の技、合気道の技といいましてもいろいろな技がありますが、その中でもいわゆる立ってかける関節系、小手返しや三強などいわゆる立ち関節技に関しては、6、7割の力で行っても、あまり怪我をしないので、合気道の乱取りについては、それなりに力強く行っても、大丈夫です。ここで言う力強くということは力を入れて行う、パワーで行うということではなく、練習の強度を高めにして行っても大丈夫という意味になります。乱取りを徹底的に行い習熟することにより、瞬間的に技をかける生きた鋭い技を身につけることができます。とはいえ基本として肩稽古は非常に大切ですので、時には一度肩の基本に戻って学ぶということも忘れずにしっかりと行っていく必要があります。型に学び組手に生かす、伝統を継承しつつ新しいものを築いていく、そういったバランスを大切にして破天会は活動いたしております。ご視聴ありがとうございました。